すれば見えるんです。わあ、YouTuber みたい。どうも、はじめまして、中村美久です。ミキュチャンネルです。え、これ撮ったんすか？撮ったんすか？あ、これ使いましょう。今日はマルスジムさんの練習にお邪魔してます。じゃあまずは相馬選手と丸山選手のスパーを撮影したいと思います。実況とかする？今の痛いですか？今の大丈夫ですか？ここの角度が痛いですね。あ、違う、今あ、これある前にグッと誘う方痛かったから、痛いって言ったら痛くなったです。なんか歩いてるから使ってると思ってたら、今でなんかあのスクワット OK になって、スクワットやったらもう全部筋肉痛で、どれ取るのが一番、いやー、いまいちなんか近づきすぎて大事なところが取れてなかったとか。映ってるね、今のは多分。
え、なんか身長があるよ。身長ないでしょ。伸びないですか。伸びないかな。足手術とかしたし。これ足せばよかった。なんか怪我したら身長伸びるって言うの。じゃあ俺180。あの骨折とかしたら身長伸びる。いや、もうやだ。独特な角度から撮ってみようかな。でも意外と快適に痛いうちだけストレッチでしたけど、ここに撮れたら。どこ今度どこ今日来るよ。戻った。10秒。つながりロール。最悪、これ使われるな。いや、究極に出さかったな、二人。この手に上からもっと押さえて重心と練習すればいいでしょ。サイドからとか、アームを崩れる。よっしゃー。高評価、チャンネル登録、そしてやってほしい企画だったりね、出演してほしい選手がいたらコメントよろしくお願いします。そして、ね、マルスジム、出稽古、それからね、見学、体験、入会などね、お待ちしております。ぜひ皆さん、こちらも合わせてよろしくお願いします。